どうも、クリンでーす。はい、ちょっとね、今緊急で動画を回しているんですけども、クーニンズ、元クーニンズの長崎さんが、リアタイでちょっと勝負してきましょうと。彼女ね、プロスピを最近始めてるんですけども、リアタイに勝負してきましょうということだったので、今回はですね、二人の対決をですね、動画にしてみたいと思います。僕の方がやっぱりプロスピ歴は長いですから、しかもこの前ですね、僕、クロート9位なのに、名人の6位にこう、マッチングされて、でも勝っちゃったんですよ。ホームラン打って、最後その1点を守りきるっていうね、もうビタビタ投球を披露したんですけど、今日はその片鱗を見せたいと思います。まあ、ちょっと戦力的にですね、僕の方がかなり有利なんですよ。その中でもですね、しっかりと点を取って、ボコボコにしたいと思います。そう、和田投手が実はね、僕一番長崎さんの持ってる中では嫌なんですけど。よし、入ったなこれ。イエーイちょっとね、普段長崎さんと勝負するとき、こっちは A ランクかなり入れてやったりもするんですけど、ちょっと急遽だったんで、リアタイ仕様になってます。本当のリアタイ仕様になってるんで、全員 S なんでね、本当にね、勝つのは当たり前かもしれないです。なんで村上さんを一番にしてるかっていうと、途中でね、サードの、守備を宗くんに変えるんですよ、僕いつも。守備固めで。なんで、良ければ2回回ってから宗くんにスイッチできるっていうことで、一番にしてます。ただ、ちょっと待って。さっき普通に喋ってる間に一郎選手凡退してましたね。今回、結構森選手いつも使ってるイメージだけど、ね、あっと!そう、これ、このね、ど真ん中シットがめっちゃ多いんですよ、長崎さん。で、逆にいつも今日疲れて打てないんだけど、今はたまたま打てましたね。球速いな。よっしゃー。これでも、ちょっとまっすぐ以外の球を投げてくると思うんですよ。これを打つと。フォークボールね。フォークボールはちょっと早めから振って救うと。対応が、各変化に対しての対応がね、自分の中でできてきてる昨今です。ああ、これはもうミスった!これはミスった!そう、調子がいい時ほど、ボール球振っちゃうんだよね。配球に悩んでいる、ダルビッシュさんですね。72レベル。あとね、A のカードも3枚持ってるから、完全体にはできるんですよ。ただちょっとね、フィニッシュ、どういう風にね、決めるかっていう、決め球をどれにして抑えていくかっていうのは、いまいちね、イカイダーとルーム戦したらめちゃくちゃ打たれるんだよね。この、スラーブが、めっちゃ見れるって言うんですよ。イカイダ曰く。これ見極められるから、当てれるし、打てますってすごい言ってくるんですよね。そんな中、長崎さんどうでしょうか。これ長崎さん見えてないですね。で、今持ってるのこの右バッターとかは、このぐらいからスラーブを曲げていって、ストライク入れたり、ボール入れたりを繰り返していこうかなっていう。今も多分ボールじゃないかなと思うんやけど、まあ、この出し入れと、あとはそこにスライダーとカットを混ぜて、その3種類で同じところから曲げていこうっていうスタイルでいきたいんですけど。最高ですね。これができれば最高なんだけど、ちょっと猛者たちにこれやると見極められちゃうんだよな。だもっと変化球をね、いろいろと入れていかないとやばいんですよ。よし。来い。すぐ来い。ああ、違ったけど、やっぱりね、こう縦ラインは対応しやすいですね。僕の滑らし方的に。僕の癖的に。左右、実はスライダー一番嫌いなんですよね。リアルだとスライダーばっか狙ってるんですけど。で、こっちのね、なんか、横操作がすごい苦手で。一塁空いてるからな。ああ、これちょっと弱いか。犠牲フライか。気持ちいいですか?集中。あ、やばい。入ったか。ああ、ボールだ。ちょっと頭なかった。ど真ん中ちょっと、どんな嫉妬を打つのは申し訳ないけど。もうこれ勝負ですから。ああ、途中でやめたリタイアされた何投げるんやろ、マジ。よしオッケー。よし、3塁だ。もう、危ねえ。次何やろね。オッケー、入れ。
うわ、惜しい。よし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 。すごいね、ちっちゃい変化球いっぱい使ってくるんですよ、長崎さん。変えるか変えるか。うわ、増田投手や。またちっちゃい変化球いっぱい使ってくるんだ。おっと、思った。これこれ。ちっちゃいの来たよ、ちっちゃいの。決め球失投。森友哉選手変えましょう。クーニンの場合ね、右バッターがやっぱり操作苦手だから、全員やっぱり左にしたいわけですよ。よし、コールドや。コールドまで持っていこう。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。よし、新刊狙いでいこうかな。新刊狙いで行こうって言ってんのにまっすぐ打っちゃう。ボール球振っちゃダメ。まっすぐ標準のシンカー反応やね。と言いつつ全然違う球、カットボールか何か落ちました。全然言ってることとやってることが違ってるけど点数は入っていってるっていうね。ちょっと盗塁初球外してくんちゃうかな。一球見ます。うわー、見ろとかみんな打ってるし。何なんだろう、この真ん中付近来たらつい手出ちゃうんだよな。ダルビッシュさんのね、いい使い方をね、だいぶ分かってきたんですよ。大外からスラーブをストライクボールちょっと投げ分けていくっていう。これ低めに外してでしょ。で、これを次、この辺からまたボールにするんですよ。そしたら振ると思うやけどな。ちょっとボールすぎたな。そしたらこれで小さい変化のスライダーで、ボールからストライクが入ってくれ。よし、これで打ち取りました。で、左バッターはちょっとシンキング挟みながら、ストライクボールをちょっと入れ替えて、もう一球がちょっと続けようかな。これ、あー、やべ、やっちゃった、やっちゃった。うーん、危ない危ない危ない。こう飛ぶってたらやられそうだった。A ランクで来てるからちょっと舐めてるような感じ。絶対育成中のやつでしょ。ちゃんと狙ってる球だけ振らないと。これはリアルバッティングもね、リア点も同じですよ。よし、今のは狙ってました。ツーシーム、まっすぐ系統をね、今張ってたんで、まっすぐかツーシームを打つつもりでした。ね、ちょっと落ちてくるシンカーももう反応なんですよ。スピード差が違うだけなんで。これ反応ね。よし、絶対このシンカーまっすぐ以外を使ってくると思ってるんだけど、まっすぐシンカーばっか使ってくる。まっすぐだ。お、ヒット、渋いヒットだな。あー、ちょっとやっぱりこれできた。かっくわ、ちょっとボコボコにしましたってするんで、あとやっぱ1点ぐらい取らんとダメだな。よし、めっちゃ単なる繋いでる。全然カーブ投げない。カーブ投げる気ないな。よし、はい、よし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 。これね、いつもルーム戦最後困ったらマルティネス選手なんですよ。全然ちょっとさっきと系統が違うから走っとこう。やばいやばい。これで多分ね、インコース速いの1球ボール弾持ってきたら振るんちゃうかなと思う。おっと、でもこれ手が出なかっただけ説もあるよな。ちょっと高めから入れていこう。ギリ来い、ギリ来い。あー、当てられちゃった。三振悔しいな、取れないの。めっちゃ育成中の選手で来るよな。真ん中でいいでしょ。この辺からまたボール気味の、ボール気味のやつで行きたいけどちょっと入っちゃった。ちょっと入っちゃいましたけど、これでゲームセットですね。はい、10安打7得点ということで、見事長崎さんをボコボコにすることができました。やりました。ちなみになんですけども、僕このダルビッシュさんを獲得するために課金をしまして、11万円課金しました。でも後からですね、ちょっとツイッターとかインスタ見たらですね、ワールドセレクションのダルビッシュさんじゃなくて、
ダルビッシュセレクションのダルビッシュさんの方が強いから、待った方が良かったですって、すごい、いろんな人に言われて、ワールドスターダルビッシュさんのいい使い方ありましたら、皆さん教えてください。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。